ニア諸島の1、1から5ニア諸島1、アッツ島2、アガッツ島3から5セミチ諸島3、アライド島4、ニズキ島5セムリア島6、バルディア島7から15ラット諸島7、キスカ島8、小キスカ島9、セグラ島10、クボストフ島11、ダビドフ島12、小水金島13、ラット島14、アムチトカ島15セミソポクノイジマニア諸島とは、アリューシャン列島のバルディア島とコマンドルスキー諸島の、 間に位置する諸島。アリューシャン列島におけるアメリカ合衆国領の諸島では一番西に属する。さらに西のコマンドルスキー諸島との間には、ロシア連邦との国境線と国際日付変更線がある。アラスカ州に属する。面積は1143.785平方キロメートルで、人口は47人。主な島にアッツ島、アガッツ島。 シェミア島などがある。諸島名は18世紀にロシアの探検家によりアリューシャン列島で最もロシアに近いことからニア諸島と命名された。1942年第二次世界大戦で日本軍が占領し1943年アメリカ軍のアッツ島上陸によりアッツ島の戦いが勃発した。ありがとうございます。